あ、じゃあそんなね、あの僕が今ピカミーが好きってことは伝わったと思うので、ピカミーの好きなものも聞いていこうかな。じゃあこれかな、うんうん、はい、ピカミーちゃんはキベラが大好きで学校に持っていくほど異常な執着を持っているそうですね。何これ家に5個ぐらいあってベッドの横や机の上に置いてあるらしいですよ。そんなキベラの良さを語ってほしいです。キベラ、え、ないです、キベラお家に。皆さん、いや、多分キッチンに行けば1本ぐらいはあると思うけど、あの、ここに3本あるんですけど、カチカチカチ言ってる、カチカチ言ってる、なになになに。いや、キベラはね、もちろん料理にも使えるんですけど、うん、それだけではなくてですね、はいはい、キベラの良さというのは、うん、色合いと手触りと、それから木目のこの、なんていうんですか、模様で、この三構成からね、成り立ってるんですけれども。三構成、はい。なるほど、はい、やっぱりね、あまりにもツルツルとしたね、人工感がありすぎると、木本来のその良さがわからないので、やっぱりある程度ザラザラしたやつがまたポイント高いっていうのがあるんですけど、ここまで OK？ うん。そんなに喋れたんだね、ピカミやばい、周りを見失っちゃった。ピカミ、本当はそれぐらい喋れたんだね。ま、好きなことだとね。そうだよね、好きなことはやっぱり、キベラカチャカチャさせるのやめてもらっていいですか。キベラ、そんなに近くにあるもん、キベラ。なんかね、その、例えばお店に行って、うん、はい、結構これいいキベラだなっていう風になると、もうね、ちゃうんだよね。だからどんどん家に増えちゃって、うん、今何本ぐらいキベラさんはいらっしゃるんですか。今6本、5、6本ぐらいかな。 5、6本あってさ、キベラの本業をなしてる人はどれくらいいるの。いや、本業はね、あの、うん、木ではなく、あのプラスチックみたいなやつなんで。おかしいだろ、なんでだよ。そこはキベラ使えよ。これはメデル用たちのキベラで、本業は、うん、プラスチックの方に頑張ってもらうということで。絶対変だろ、そこのキベラ使えよ。おかしいだろ。すごいね、なぜかね、自分でもよくわかんないんだけど魅力を感じてしまうんだよね、遠く、うん、にはいられない。まあいろいろいいところがあるんだろうけど、キベラってそんななんかどっかで買うことによってそんなに形状違ったりする。なんかその例えば、うん、こう家具屋さんで買うキベラと100均で買うキベラとか結構ね、はいはい、強かったりするんで、あ、まあ確かに、それがね、うん、そういろいろ違いがあるし、うん、そう個体によってもなんか全然木目とかが違うから、それがね楽しい。キベラの個体って何ですか。そう、個体差と言いますかね、ポケモンでいう個体差のようなものが、キベラ違いとかも多分あるんでしょうね、きっと、ね、あるんですよ。あ、なるほどですね。はい、そうか、じゃあキベラ、まあ、キベラはいいや。そっか、そうなんだね。いいやって何よ。そうだね、あ、うん、まあ、今日も なんだっけ、キベラ、ね、と寝てるんだったっけ、ピカミ。そうですね、そう、寝てます。 あれ本当だったんだ。あの、今日コラボだからと思ってピカミーのなんかウィキペディアみたいなの綺麗にまとめてあったからね、あの 見せてもらったんですけど、うんうん、あのキベラと寝てるって書いてあって、いや、これは持ってるでしょって思ったんだけど。あ、ね、寝てたんですね。就寝用キベラと配信のお供にいるキベラとっていうことでね、こう、チーム分けが、チーム分けがされてるんですね。チーム分け、あ、キベラでチームがあったんだね。そう、ベッドチームと配信チームでいるということで。レギュラーとか補欠とかはあるんですか。補欠はね、ちょっと今の隣にしまってあるんですけれども。あ、じゃあ6本以上あるのか。そしたら、そうか、まあ、役目を終えたキベラたちは、まあ、あのお母さんとかにあげてこう現場で頑張ってもらうっていうね。あ、その子たちは、はい、ついに現役に行くんですね。現役に、はい、頑張ってもらってます。わかんねえ、ピカミピカミのことがどんどんわからなくなってくるよ。いいと思うんだけどな、まあ、キベラ。そうだよね、やっぱ、まあ、キベラね、こう木のいい香りをしたりもしますからね、はい、素敵ですよね。はいはい、ではでは、じゃあ続いてこちら参りましょう。